皆さんにとって国鉄が開発した通勤型機動車といえば何を思い浮かべるでしょうか。現在も活躍し大量生産されたこともあり、国鉄キハ40系機動車をイメージする方は多いと思います。キハ40系は1977年から1982年にかけて製造された普通快速列車向けの機動車です。製造された両数は888両。日本各地に導入されただけではなく、汎用性と耐久性の高さから民営化後も多くの車両が使用され、現在も一部地域で使用されています。ただキハ40系の大量生産に至るまで国鉄では通勤型機動車の開発に手こずっていた経緯があります。中でも不運な形式と言われているのがキハ45系列です。キハ45系列は1966年に国鉄が開発した機動車で、都市近郊の通勤輸送と中長距離輸送向けに導入されました。製造当初は次世代の一般型機動車として期待されていましたが、とある理由で製造が中止されたのです。なぜ期待されたキハ45系は途中で製造が中止されたのか。1960年代中期、国鉄では一般型機動車として主に地方線区向けのキハ20系と大都市近郊線向けのキハ35系を製造していました。しかしキハ20系は扉幅が850ミリと狭く、ラッシュ時の乗降に不便であり、キハ35系はもともと関西本線の奈良港町間に投入されることを念頭に設計された通勤輸送に主眼を置いた構造で、当時はこれほどの収容力を必要とする線区はそれほど多くありませんでした。また日本が高度経済成長期に差し掛かると、旅客から求められるサービスも上がり、将来的には従来形式の車両を置き換えるべく大量導入を目的とした汎用性の高い機動車が求められていました。こうして1966年に開発されたのがキハ45系列です。実はキハ45系の故障は正式の系列故障ではなく、同一の設計思想によって製造されたキハ23、キハ24、キハ45、キハ46、キハ53の各形式を総称したものとなっています。キハ45系の特徴はキハ20とキハ35の中間的な存在である近郊型機動車として開発され、合計179両が製造されています。車体は都市近郊の通勤輸送と中距離輸送の機能を併せ持つ構造とし、本州向けについては1300ミリ幅の両開き扉を片側2箇所に備えています。また北海道向けは防寒・保温のためキハ22と同様に車端部に片開き扉を配置しデッキを設けていますが、扉幅は1000ミリに拡大されています。ただドアにはステップが設けられておらず、電車用ホームでは大きな段差が生じないものの、客車用ホームでは大きな段差が生じています。車体幅は並結を考慮して従来の一般型機動車と同じ約2800ミリとなり、急行型機動車のような幅広車体は採用されていませんが、車体長は急行型と同様の最大2万1300ミリとなっています。運転台は衝突事故対策及び運転士の視認性の向上のため、床面が300ミリかさ上げされた高床式を採用し、前面窓の角を丸くしたパノラミックウィンドが一般型機動車で初採用となっています。座席配置は扉間と車端部がボックスシート、扉付近にロングシートのセミクロスシートで、座席の構造は当時の近郊型電車と同一となり、シートピッチ 1400mm、幅 930mm も近郊型電車と同一としています。北海道向けの車両では室内の防寒・保温のためキハ22と同様にデッキが設けられ、デッキとの仕切り付近はロングシート、それ以外の部分はボックスシートとしています。搭載するエンジンはキハ58系などで使用される DMH17H 型ディーゼルエンジンが搭載され、1機あたりの出力は180馬力。一部形式を除き、基本的にエンジンは1両につき1機搭載し、変速機には DF115A 型液体変速機を組み合わせて使用します。さてキハ45系列には様々な形式が存在し、細かな相違点が存在します。運転台が左右両方に設置され、主にローカル線向けに製造されたのがキ
キハ23系とキハ24系です。キハ23系は、エンジン1機搭載、かつ左右両方に運転台が設けられ、団地型の0番台、団地型の500番台に分けられます。合計で54両が製造され、国鉄時代に廃車はされず、JR 東日本に500番台11両、JR 西日本に0番台30両、500番台10両、JR 九州に0番台3両が継承されています。対して、キハ24系は、エンジン1機搭載、かつ左右両方に運転台、車内保温を目的としたデッキが設けられ、北海道の中でも、北関地向けに10両が製造されています。そして、本系列で、最も製造量数が多いのが、キハ45系です。キハ45系は、エンジン1機搭載、かつ片方に運転台を設置し、主に、本州向けとして98両が製造されています。最も製造されたのは、団地向けの0番台で74両、床下機器の保温対策を強化した、団地向けの500番台は22両、団地向け簡易郵便荷物車の600番台は2両となっています。民営化後は、JR 東日本、JR 西日本、JR 四国、JR 九州に継承されましたが、1989年から、各社で、急速に廃車が進み、1995年8月に、原始機消滅となっています。キハ45系と同じく、エンジン1機搭載、かつ片方に運転台を設置し、車内保温を目的としたデッキを追加したのが、キハ46系です。わずか6両しか製造されず、民営化後間もない1992年に廃車されたことから、実際に目にした方は少ないと思います。そして、本系列で、最も異色の存在だったのが、キハ53系です。キハ53系は、エンジン2機搭載、かつ左右両方に運転台を設置し、団地向けの0番台9両、上台編成対応型の100番台2両、合計11両が製造されました。最大の特徴は、勾配旋区に対応すべく、エンジンが1両で2機搭載されていることであり、出力は360馬力となります。さらに、100番台は10両編成以上の上台編成に対応するため、ブレーキ制御系電機などを追加しています。1966年10月、房総半島の各線、陸羽東線、城花線、氷見線、山口線用として、キハ23型1両、キハ45型31両が導入されています。また、北海道各線用として、キハ46型6両が製造され、以降1969年3月までに、キハ23、キハ24、キハ45、キハ46、キハ53の5形式、179両が投入されています。需要に応じ、両数が比較的少ない割に全国各地に配置され、初期はキハ10系、キハ20系、キハ35系と、末期はキハ35系、キハ47系と混用され、普通列車だけでなく、一部急行列車にも使用されています。最も急行運用が多かったのが北海道地区で、函館地区では急行松前、瀬田名、江差号に導入され、苗穂地区では急行カムイ、空知、えりも号に導入されています。北海道における各急行列車のダイヤを少し覗いてみましょう。急行松前号は、かつて函館駅から江差線を経由して、江差駅を結んでいた急行列車です。そして、急行江差号は、かつて、函館駅から江差線、松前線を経由して、松前駅を結んでいた急行列車です。両列車は、函館、木古内間で並結運転が実施され、基本的に、キハ20系、キハ45系の2両編成で運行されていました。1971年当時における、江差2号、松前号は、始発である函館駅を9時15分に出発し、五稜郭を通過して、上磯9時31分、木古内には10時4分に到着します。木古内で切り離し作業が行われ、江差2号は10時7分に発車、江差線をそのまま走り、終着の江差駅には11時5分に到着します。江差2号の所要時間は1時間50分、同区間の普通列車は約2時間半で結んでいたため、約40分時間短縮しています。対して、松前号は木古内を10時11分に出発し、松前線に転線。途中、湯の里10時31分、小島福島10時53分、小島吉岡11時3分、
終着の松前には11時20分に到着します。こちらは現在の海峡線に近いルートを走り、特に湯の里駅は青函トンネルの北海道側出入り口に近く、現行の海峡線湯の里首里内信号場に近い場所に敷設されています。函館駅から瀬田名線の瀬田名駅を結んでいたのが急行瀬田名号です。1971年当時における急行瀬田名号は、始発の函館駅を17時5分に出発し、大沼公園17時32分、森18時1分、八雲18時49分、途中の訓縫には19時5分に到着します。訓縫からは、長万部行きと瀬田名行きに分離され、長万部行きは、そのまま函館本線を走り、終着の長万部には19時24分に到着します。同区間においては、特急北斗号が約1時間半で結び、普通列車は約2時間50分で結びます。急行瀬田名号は、現行の特急ほどではないものの、現行の普通列車よりも速達性を確保しているのです。対して訓縫から分かれる瀬田名行きは、瀬田名線に入り、急行から普通に種別が変わり、終着の瀬田名には20時44分に到着します。ちなみに、キハ45系の導入によって、急行瀬田名号は約20分から約30分の時間短縮を実現し、利用者からも車内居住性の向上から評判は良好でした。このほか、小樽旭川間を結んでいた急行カムイ号、小樽旭川富良野間を結んでいた急行空知号、札幌苫小牧様似間を結んでいた急行えりも号に導入され、それぞれ所要時間の短縮を実現しています。北海道だけではなく、本州各地域でも活躍していたことから、そのまま国鉄の標準型になるかと思いきや、なんと誕生から約3年で製造が終了されているのです。なぜ誕生から3年で製造が終了したのか。その理由は、いざ導入してみると、思いのほか中途半端な中身であることが露呈したのです。そもそも、キハ45系列が製造された理由は、キハ20系で問題だったラッシュ時における乗降効率の悪さを解消すべく、大量輸送もできて、かつ中長距離輸送もできる万能型として製造されました。ただ実際に使用してみると、キハ45系単体の運行では、ラッシュ時の遅延解消にはつながったものの、ほとんどはキハ20系などの従来形式と並結運転していました。結局、キハ45系の乗降効率が良くても、並結しているキハ20系の乗降効率が悪いため、最終的には列車遅延につながっていたのです。キハ45系が開発された当時は、ローカル線ではキハ20系客車列車が大量に存在したことから、置き換える理由が存在せず、キハ45系の大量生産につながらなかったのです。また、外観こそキハ20系から一新されたものの、エンジンは新形式の開発が間に合わず、既存形式を使用していることから、トルクは若干上がったものの、出力はほとんど変わっていません。つまり、乗降によって発生した遅延を回復させることもほとんどできません。また、本州の寒冷地で導入された形式は、デッキが設置されていないため、駅に到着すると冷気が吹き込み、乗客からの評判は良くありませんでした。そして、キハ45系の多くは、普通列車の運用に入るため、急行運用に入った場合は遜色急行と言われていました。こうした不運な理由があり、キハ45系は3年で製造が打ち切られ、鉄道ファンすらもあまり印象に残らない形式となったのです。しかし、キハ45系の功績は大きく、以降に製造されたキハ40、キハ47では、車体外観、車内空間において、随所にキハ45系の要素を受け継いでいます。また、非力ではあったものの、信頼性の高いエンジンや足回りを使用したことから、故障がほとんど発生せず、国鉄民営化後も長らく使用されてきました。民営化後、中には改造が行われた車体も存在します。1990年、JR 東日本に継承された東北地区向けのキハ23型に対し、車両延命工事が施行されています。主な施工内容は、車体外板、座席モケット、扉類の交換、エンジンを、小松製の DMF11HZ 型に交換しています。本来、
DMF-11HZ 型は330馬力を発生しますが、液体変速機の交換は実施されず、故障防止の観点から最大出力は250馬力にデチューンされています。同じく1990年 JR 西日本のキハ23型、キハ53型ではワンマン化工事を実施、キハ45系では唯一のワンマン化工事であり、運転台が高いこと、運転台と扉が離れていることから、ワンマン運転には不向きと判断され、 JR 西日本以外ではワンマン化工事の対象とはなっていません。そしてキハ45系で最も異色の存在となったのが、 JR 九州によるビール列車への改造です。1993年、 JR 九州のキハ45の54ではビール列車に改造され、前側半分が厨房に改造されています。また当初この列車は蛇口をひねるとビールが出てくることをコンセプトとして開発され、試作段階では厨房横のカウンターでビールが出る蛇口を設置していました。ところがそもそも蛇口からビールを出すと構造上ほとんど泡しか出ないことが判明。さらにしばらく経つとビールによる炭酸が原因で蛇口からビールが大量に噴射されてしまい、まるで車内はプロ野球球団の優勝時におけるビールかけ状態になってしまうのです。試作段階での失敗を踏まえ、当初のコンセプトを廃止し、二酸化炭素ボンベを使用したビールサーバー方式を採用し、営業運転に入っています。ところがこの車体、いつ頃廃止されたかもはっきりされておらず、キハ45系において最も不思議な車体となっています。そして2003年、最後の定期運用に入っていた山口地区でも廃止され、2009年10月に廃車されたことから、キハ45系は系列消滅となっています。保存車においても北海道札幌市にキハ24系が1両だけ保存されていましたが、2015年に解体処分され、現在保存車も存在しません。国鉄のローカル型といえばキハ40系を思い浮かべる人がほとんどですが、キハ40系が誕生するまでにはキハ45系のようなチャレンジャーがいたのです。